どうも、ドズルです。今日はドズ2でリアルタイムで攻めていきたいなと思っております。今回の編成はこちら。ということでね、毎回同じ編成なんですけれども、今回はいつもより少し強いベースに挑んでいきたいなと思っているので、応援よろしくお願いいたします。もう結構埋まっちゃってますね。さっき1時間半前に開戦したばっかりなんですけれども、結構ね、タウンホール8は埋まっちゃってるんで、今回初見でね、攻めていきたいので、じゃあこの34番とかどうですかね。ちょっと上すぎるかな。タウンホール8でカンストしてますよね。バーバリアンキングもレベル10という形で、このベース攻めていきたいかなと思います。まだ本当にね、下見してない状態なので、今から下見していきたいなと思うんですけれども、まあ、こうちょっとね、クランの城が偏ったベースなんで、広いベースとはいえ、そこまで怖くはないですかね。まあ、巨大爆弾がどこにあるかをまず、予想していきたいんですけれども、多分中心部のね、ここら辺に固まっていると思うんですよ、私の予想。なんで、こういったベースは少し早めのヒールを心がけることによって、まあ、対策できるのかなと思います。そうですね、防衛説的には結構60方面と、まあ、90方面が結構防衛説薄いので、どう攻めようかな。とりあえずは、そうですね、決めました。とりあえず、この4時の大砲と、この6時の大砲、この2つを、ホグライダーで破壊した後に、援軍を釣りながら破壊した後に、上、12時に援軍を釣って、で、12時からホグライダーを投入していくといった形でいきたいと思います。まあ、巨大爆弾をうまくね、解除できれば、そこまで怖い。おっと、危ない。危な。援軍もらってませんでしたね。マックスホグをもらいましょう。マックスホグをお願いします。強いやつね。強いやつ。結構ね、防衛施設を、こう、蹂躙してくれるね。蹂躙してくれるホグをお願いしますと。オッケー。これ、これリクエスト出したんで、かなり強いホグライダーをね、皆さんくれるんじゃないかなと思うので、まあ、このね、超スーパーホグライダーを使って、まあ、今回はカンストベース初見でね、星3つ取っていきたいなと思います。よっしゃ！ホノマカロンさんから、まあ、超強いホグライダーをいただくことができたので、こちらをね、使って、忘れ物なしですね。呪文 OK、ユニット OK、ヒーロー OK。よっしゃ、行きましょう。さあ、この34番。先ほどの作戦でいきたいと思います。そうですね。援軍が早く出すぎちゃって困るということもあり得ますけれども、まあ、素早くホグライダーを出していってね、早めにこの金ピカの大砲を2つ破壊していきたいですね。なんでここ2つ破壊するかっていうと、ホグライダーを回していく際にですね、ホグライダーが遠回りしなくなるんで、かなり、ルート短縮になるんでね。まあ、こんな偉そうなこと語ってて失敗したら恥ずかしいので、早めに行きたいと思います。よっしゃ、行くぞ。あ、下4体出しちゃいましたね。3体出すつもりが4体出しちゃいました。これはちょっと出しすぎた感あるんですけれども、ここでポイズン打っときましょうかね。ここでウィザードが溶けるぐらいになったら、12時方向に呼び込みたいと思います。いいですかね。今ウィザードのうめき声が聞こえたのと同時にバーバリアンを出しました。そのうちドラゴンが来ると思うので、まあ、ドアップにしてね、ドラゴンを待ち構えたいと思います。できれば援軍処理をね、1分以内に終わらせてしまいたいんですけれども、ちょっと時間かけすぎかなと。あ、やばい。あ、やばい、これ。やってしまった。これやってしまった。OK。まあ、かなり今やってしまったんですけれども、ホグライダーを無事出し終わりました。巨大爆弾、ここか。巨大爆弾外にありましたね。
これはやばい。結構やられたかな。ちょっとこれ厳しいですね。かなりホグライダーきつそうですけれども、まあ、マックスホグライダーがねまだ生き残ってるので全然ワンチャンありますよ。相手のあれが強い。あー厳しかったか。最悪だ。ちょっとできるだけパーセンテージ稼いでいきたいなと思うんですけれども、うわーマジか。最初のあの巨爆、ここの2連が予想していませんでした。2連っていうか巨大爆弾、この2つ、ここ普通に中にあると勘違いしてましたね。あと援軍処理がまさかのしくっちゃいました。これ一番外にある言い訳になるからやめとこう。ちょっとね恥ずかしい感じのリプレイになっちゃって、これまさかの星ゼロですね。いけ星1、 OK 星1 星1で喜んでいる男ドズル。いやーこれ恥ずかしいな。ごめんなさい皆さん、ちょっと謝っとこう。ちょいね、スライディング土下座、スライディング土下座しときます。土下座土下座土下座と。いやーこれもう土下座でチャットを埋め尽くす勢いで土下座したいと思います。うわー悔しいなマジで。これちょっともう一回見たいと思います。いや悔しい。これもう口を開くと言い訳が出てきそうだ。まず一つ目のミスとして、ここでホグライダーをね3対3体の予定が3対4体出しちゃったんですよね。1体でそんな変わるのかって思うかもしれないんですけど、かなり変わりますねやっぱり。でここでポイズンを落としながら、まあ、最大のミスっていうのはホグライダーのあの出し方の後の巨大爆弾ですよね。援軍処理も下手くそだった。ウィザード3体焼かれちゃったんで、キャンプの中にウィザード行くような感じにしたのがちょっと悪かったですね、まあ、ここまでは最悪良しとして、こっからですよね。ここのホグライダーの回し方、まさかね、このフォグライダー本体がここの巨爆に来るとは思いませんでしたね。ちょっとこれヒールが遅れちゃって、あーこっちかかってなかったんですね。なるほどなるほど。減っちゃったなとは感じてたんですけれども、こちら一気に行っちゃったわけですね。いやーこのあれは相手の陣にやられちゃいました。やっぱ初見はなかなか難しいですね。私のこう想定ではね、かなり面押しでぐん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 ホグライダー進んでいく予定だったんですけれども、12時方向に出したホグライダーがね、思ったよりやられちゃったっていうのが大きい敗因ですかね。悔しいなこれ結構。今のところね私、タウンホール8で何回だったんや、8回連続ぐらい星3取っていたんで、久しぶりに星3取れずに敗退という形で終わってしまいました。まあ、たまにはね、失敗リプレイも、動画に上げるのもありかなと思うので、まあ、失敗リプレイの悪いところは、私がね、こう、言い訳を言っちゃうんですよね。言い訳を言ってるつもりじゃなくて、非常に悔しいんですけれども、まあ、負け惜しみになっちゃいますね。はい、ということで、今回はね、ドズ2のリアルタイムリプレイで、まあ、くしくも失敗してしまったんですけれども、まあ、次はね、この陣見つけたら全開にしてみたいと思いますので、またご視聴よろしくお願いいたします。ということで、今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。